て今週も始まりました、電七レボリューション。わーえ、テンション低くないですか？いやなんかまだね、合わせづらいだって噛まずに言えたのに。いや、なんかちょっとリズム感があ、なるほど。そうわーからの、そう、まだちょっと、リズムに乗れないです。じゃあちょっと次から頑張ってください。わかりました。先週はタピオカの話、違う、にぎわいの森の話をしましたけど、そうですね、はい、はい、今週は、何話そうかなって、ね、2人でいろいろ考えてて、そうですね、なんかコーヒーの話をしてたんですよね。そうですね、はい、こだわりのコーヒーの入れ方、でこのロケーションがね、こういったおしゃれな感じがありますんで、そう、なんかそういうコーヒーとか、こうなんかカフェチックな感じの話したくなって、コーヒーってどうですかっていう話をしてたら、あまりコーヒーは飲まないんでしたっけ？コーヒーはね、飲むんですけれども、基本的にスターバックスのこの粉で溶くやつ、あれでもうお湯を入れて割りとかっていうのが多いですね。あ、本当ですか、うん、あ、でもなんかちゃんとやっぱメーカーでは買うんですね。あ、一応ね、なんかその、何でしょう、味の違いもありますね。あ、そのスターバックスの中で今だったらクリスマスブレンドだったり、へー、ちょっと前は2019アニバーサリーが、これね、結構美味しかったんですよ。違い分かります？違いはね、そういう風に言われたらさ、電子地底 のソムリエの森本、森本ちゃんがやっぱり一番詳しいのでね、それ味に対しては。そっか、なんかね、こうすごい人を見るとね、僕なんてまだまだですっていう風に思いますね。あ、そうですか。でまたこのカメラを撮ってるこの中根さんもね、コーヒーすごいこだわって豆から入れますからね。え、引いちゃうんですか？引いちゃって。へえ、すごい。で、取材に行く途中のこの車、で、このコーヒー飲んでらっしゃいますよ。あ、本当ですか、やっぱなんか朝のゆっくりした時間でちょっと贅沢な気もしなくないですか？うん、そう、なんかちょっと早く起きて、で、ゆったりとこう時間を過ごすっていうのはね、なかなかやりたいなと思うんですけど、そうです、できないんですよね。ねー、でもなんかちょっと憧れあるじゃないですか、なんか話聞くところによると、コウケさんはコーヒーよりなんか何でしたっけ、モンスターですね。あ、モンスターエナジー。そう、あればっかり、あればっかりですね、もう毎日1モンスターで。え、毎日？本当に、朝起きたプシュみたいな。本当ですか、カフェイン摂取もしすぎじゃないですか？朝すごく弱いですし、なんか何ですか、この今我々のっていうか、この電子地底ステーションの仕事がね、時間がもうバラバラでね、生活リズムはもうないですね。ああ、そういうことですね。なんで、もう寝ると思ったら寝たいですし、起きると思ったら起きたいと、ただ体ついていかないので、もうそこはもうモンスターでっていうのがね。本当ですか？多いですね。もう皆さんからちょっとね、これはちょっと飲みすぎでしょうっていうふうに言われるんですけどね、なんていうかな、悪いことしてる自分がちょっとかっこいいみたいな。体壊さないでください。いや、本当にね、体壊したらいけないのでね、それは思ってますね。体資本ですからね。朝それこそコーヒーに変えてみたらどうですか？コーヒーに変えるですか？そしたらコーヒーちょうどカフェインの摂取できますし。はい、ちょっとだいぶ濃くしないといけないかもしれないですね。私もしかしたら足らないかもしれない、カフェインが。本当ですか？やっぱこう、じゃあコーヒーの多いカフェインの摂取からだんだん少なくしていって、普通のコーヒーに近づけてたら体も慣れるんじゃないですか？なんかタバコやめる人のロジックみたいになってますけど言わんとしてることは分かります。ただ私ね、先日ね、Amazon でまとめてね、モンスターの箱買っちゃったんですよ、ね、買っちゃったんですか。もう楽でね、もう常に手に届くところにあるという安心感。まあ確かに、じゃあもうそれは安心感という材料だけにしといて、眺めて、本当に必要な時にプシューにして、それ以外の時はコーヒーにしましょう。ああ、だから私がなんかコーヒー仕入れてきますよ。じゃあ、ありがとうございます。美味しいコーヒーをね。待っててくださいね。わかりました。この番組でやりましょう。じゃあ。あ、そうですか。わかりました。言いましたね。多分、ね。さあ、そんなところで、じゃあ、あれですね。次の時っていうか、撮影まとめてやりますからね、これ。そうですね。いつかの機会にコウケツさんが克服できたのかっていう、モンスターエナジーからコーヒーに変えることはできたのかっていう回をね、作っていきたいなと思います。今日はこんなところでいきますかね。生き生きしてるね、本当に。これぐらいにしときましょう。はい。いや、なんかこういうの楽しいじゃないですか。楽しいけれども、やっぱもう、なんか台本がないっていいですね。いいです、楽です、はい、ね、本当にそう思います、はい、また次週。